今ですね、オーストリアのウィーンにいます。ウィーンの今中心のですね、王宮に今いるところです。でここはですね、ハプスブルク家、中世に歯を唱えて、ヨーロッパに歯を唱えたハプスブルク家が、居城とした、なかなか立派ですけどね。で、近郊にシェンブルン宮殿という宮殿があるんですけどね、あそっちは世界遺産に認定されてます。ハプスブルク家って言ったら本当に昔はスイスの少領主だったのが急にですね領土を拡大して、でもうヨーロッパかなりの地位を、領土を持ちました。あこれはすごいですね。日本なんかでもね、織田信長、統一、豊臣秀吉なんかもそうですよね。家康にしても、まあ、あれだけ統一したっちゃうのが、ね、すごいと思いますけど、まあでも徳川家康と徳川幕府に関しては270年ほど続きました。ただハプスブルク家は650年、その倍以上です。まあ、そう考えたらすごいですね。長く続いたなという気がします。で、この辺り新王宮ともなってまして、公園にもなってるんですけどね。まあこんな感じです。立派な王宮です。